どうかしら。ドキメテなんかいないからだ。さあ、何に気兼ねすることなく存分に愛を確かめ合いましょう。あんたたちマジで海外イベント行ったことないの？キモーい。村正さんは呼ばれたことあるんじゃないですか？ないと思う。本物のエルフ、まさか実在したとは。お、兄貴！みんな私の友達、忠実なる下僕なんです。怖い。というわけなのだが、あいつは多分私とあんたの二人きり。みんなが来るまで一緒に遊びましょう。そう。さあ、マサムネ、私の体に日焼け止めを塗ってちょうだい。待て、やめろ、この露出制限。誤解しないでちょうだい。冷たい。もうやったわねってやつ。恥ずかしいから嫌なんだけど。なんでよ。俺泳げないよ。そんな、私の完璧な毛、私も泳げないの。山田エルフ、貴様の横島の計画はもはやここまでだ。あら、意外と早かったのね。そいつだ、そいつが災いの元凶だ。うん、よし、じゃあ取材の続きよ。まあ、仲は悪くないと思います。泉先生、いや、泉政宗君、結婚してくれ。はい。失礼しました。ほら、よく聞いてね。あんた、私のお婿さん候補だから。それで勘違いしないでちょうだい。政宗、特別に私のマナを教えてあげる。エミリーよ、私にプロポーズするときはその名前で呼んでちょうだい。あ、どうかしら。ドキメテなんかいないからだ。さあ、何に気兼ねすることなく存分に愛を確かめ合いましょう。あんたたちマジで海外イベント